山田駅は大阪府水田市山田西4丁目にある阪急電鉄大阪モノレールの駅である。阪急千里線と大阪モノレール本線の2路線が接続する。駅番号は阪急が HK-94、大阪モノレールが16。1970年開催の日本万国博覧会の観客輸送用として開業した万国博西口駅が廃止となった後、 至近距離に開業した駅で、阪急電鉄線内における駅としては、比較的新しい部類に入る。当記事では、万国博西口駅についても合わせと述べる。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。双方のホーム横に改札口が一つずつで、互いのホームは階段で線路をくぐる。 形の通路で連絡している。開業当初はバスロータリーに面した北線里業ホーム側にのみ、出入り口があり、現行のホーム連絡用地稼働となっている部分に改札口が設けられていたが、駅に隣接して複合商業施設、デューハンキュー山田が建設されるにあたって2002年から駅舎の改築工事を施行し、現行の東側で入り口が付設され、現行の形態となった。 北千里業ホーム側改札口は地平部より高い位置にある一方で大阪梅田天下茶屋方面域ホーム側の改札口は給料部の途中にあるためそのまま地平部となる2021年2月からは水田市下水道デザイン外プロジェクトによるデザインマンホールが東口を出てすぐのところに設置されている乗り場実際には校内に乗り場番号表記はないがスマートフォン向け アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、北千里方面が1号線、淡路、天下茶屋方面が2号線と表示されている。島式ホーム1面2線を有する公開機で、ホーム下に改札口がある。コンコースには、モノドリンクがあり、改札外には、かつては駅員が改札口にいたまま現金を受け取る直営、副業の売店があったが、 現在は飲料を販売するタリーズの自動販売機がある。なお、ホームの東よりは屋根が低くなっている部分がある。これは開業当初、高圧送電線がすぐ上を通過しており、送電線を避けるために屋根を低くしたためである。あとに、竜阪球山田の建設に伴い高圧送電線は少し東に移設され、送電線の高さも高くなったが、 屋根は改築されずに現在に至っている。乗り場1969年11月10日に南千里駅から 2.2km の位置に日本万国博覧会観客輸送用の臨時駅として開業した。相対式ホームに面2線の形態で立橋を介して会場に市口と結ばれており、西口からはレインボーロープルウェイで万国博ホールにアクセスすることができた。 満国白終了に伴い1970年9月14日に廃止。廃止後、跡地の一部は駐車場になっている。昨年時の1日の乗降、乗降人員数の推移は下表の通り。阪急電鉄の1日平均乗降、乗車人員は以下の通り。2015年までは平日1日平均乗降、乗車人員である。 2016年以降は、通年平均1日平均乗降、乗車人員である。駅の西側を東西方向に、大阪府道129号、南千里茨城停車場線が走り、下記記載の阪急山田停留所はこの道路に接続している。この道路と、中国自動車道、大阪府道2号大阪中央環状線とが、駅の北側で立体交差している。 駅の北東方向には万博記念公園が広がる。山田地区の中でも西の端に位置しており、同地区内には東駅でなく万博記念公園駅や、千里岡駅、岸辺駅を最寄り駅とする場所もある。東駅を発着する路線バスは阪急バスにより運行されている。停留所名は阪急山田である。万国博西口駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。